そう、トニーとアーセナルはね面談したっていうね。で面談大事ですね。今うちもあのイッタさん入ってくれて、その言っちゃえば強化部長、海外とかでいうスポーツディレクターとか GM とか、そのチームによって呼び方違うけどね、役割も、まあ、そういうので、前だったらただ申し込めば OK だったのが、申し込めば練習来れたのが、ちゃんと書類選考あって面談があって、そっから練習みたいになったんです。で伊田さんとの面談でもうすいませんってなっちゃう子もいるんだけど、やっぱりそれなりの理由がありますもんね。あんまり言いすぎるとなんか申し込んでくれた人に申し訳ないからあれだけど。そう、しださくポジションダブついてるし、トニーと面談までして性格重視してるってた、アーセナルをかある、アーセナルを考えるとスターリング取らないと考えるのが普通。そうなんだよ。だけどえらい報道されるから、いや元シティだとそこの情とか入んのかな。でそんな風に言ってもやってるサッカー超ロマンじゃん。そうだ、言ったらスターリングってうまいはうまいからねってなると、そこってあるからな。だあのね、これすごい戦略性重要で、昔ねめっちゃゾクゾクする話するよ。このチャンネルでしかできない系の話で言うと、あるうまい選手がシュワボ来てくれたの。で俺もすげえうまいし、質の違い見せるから取りたかったの。なんだけど話聞いてる時の態度とか、選手同士がゲーム中に話してる態度見てて、この子やばいなみたいな。でちゃんとチームでやれるかどうかで、守備の約束事とかを入りたての選手にそんな厳しくしないんだけど、厳しくは、まあ、今も厳しくはしないけど、まあそんなに伝えないの、その子の素を見ようと思って。でも伝えてその守備ができるかどうか見て、できないできるじゃなくてやる気がないみたいに見えた。で他の選手とかのコミュニケーションとか、俺以外の人が話してる時の態度とか見てて、この子やばいなみたいなって思ってて、でもうまいなっていう、どうしようかなっていうふうに思って悩んでたので、時に笠田くんに言われて俺すげえ納得したのが、これレオさん取ったとしたらあの子スタメンに使うじゃないかですかと。でそれってシーズン開幕から数ヶ月前だと、これ 2,3 ヶ月スタメンで使ってマネジメント面とかそういうので問題起きて、その子が退団した場合、その子使ってたポジションの選手は経験値が溜まってないんですよ。ってなると無駄に選手使わない、選手離脱する選手を育てて、シーズン開幕直前に経験値溜まってない選手がそこに入りますってなったら、めちゃくちゃヤバくないですかって言われて、その通りってなって獲得しなかったっていうのがあって、でちゃんと昇格したじゃんみたいなのがあるんですよ。そうだから、こういうね、結構でもこれって今この話重要なのは、笠原君持ち上げたかったわけじゃなくて、僕そういうの重要してそうで、やっぱり上手いってそのぐらい魅力的なの。やっぱ性格悪くても美人だったりおっぱい大きいとデートしたくなるじゃん、それと一緒で徐々に違うなってなってくじゃん。そうだから、そのぐらいやっぱり上手いとか分かりやすい技術とか表面的な能力って魅力的だからっていうのが、こんだけ俺世間に発信して周りにね、そういうきちんと予測とか戦略立ててストップしてくれる人がいる俺でもかなり迷ったのよ。あーでもうまいなーっていう、この子いたら得点はするな、でもなーっていう、この子使ってた時間全部無駄になるもん、でこのタイプの選手って今までいなくなったもんなーっていうので、ずっとその子見てて、もうプレーよりずっと終わった後のタイトルとか全部見てて、うわーその通りってなったねでそれが正解だったから、そうそうそう、だからこれがいろんな監督さんとか、まあ、あんのよ、あいつうまいから使えってオーナーが言って、監督さんが無理やり使っておかしくないみたいな、まあ、外国人選手とかそうじゃん、 J3 とかでもあるよって話で、これをちゃんとね、言うこと聞くオーナー、言うこと聞くオーナーとね、言うこと聞く監督がいるからね、この有能なスタッフが、まあまあ自分褒めたみたいなって今気持ち悪いよね、まあまあそう、言うこと聞くの大事っすね、ちゃんと数字取ってたら。そうだ、そのパターンで、そう、僕よりも全然アルテタの方がロマン追ってるし、ロマン追えるねチーム状況でもあるからね、ってなると、そのロマンの方に振っちゃった、普通に現実的に考えたらスターリング取んないんだけど、今後の戦略とか考えたら、でもうまいの方にね、性格大事だけどここは巨乳ってなる時あるじゃん。わがままは1ミリも許さないですよ。
仕事のサッカーにおいて。勝つために必要なことをやる上でわがままに見えるだけならいいけどね。チームの約束事はこれですけど僕はこれやりたいんですなんて絶対許さない。それは別に怒ったりしないけど自然と使わないっていうだけですけどね。とか契約更新しないとか、まあ契約中いつでも対談ねさせれるから。でこれってまあね独裁に見えていいんだけど、ちゃんとやってる人を守る方法だからね。それはでいいプレーが好きなだけ。わがままもエゴも何も言わない。ただいいプレーが好き。ただこれが入れたかったんですは一個もなし。勝つためにこれが必要だからこれをやったんですだけですね、僕がやる。だからそのうちって原則でやるのはそういうことなんですよ。戦術っていうよりこの約束事はこれあって、そこに遊びがあるじゃん、シュアボのせあの原則って。だってちゃんとやってくれるからシュアボいる人多いわけで、ちゃんとやらないで楽しいだけとか、ちゃんとやらないでなんかねチャラついてるうまいやつが勝たせるチームだったらうちに入る意味がないからね。それならそのある程度緩くてでも楽しくサッカーできてみたいなチーム入った方がいいから、その別に上目指すとかじゃない。それはブランディングだよね、ある意味。でそういうやり方でやってるから次の真面目な選手が来てくれるからね。でいつも選手に言ってるのは、もうピッチ上で仕事したら、うん、だら女の子と車で来てすげえいい仕事して、その女の子と一緒に帰りゃいいじゃんみたいな。ビダルとかリベリみたいなが最高だっていう。ただなかなかそういう両立はできないからね。ピッチ上で緩くなってピッチ外で真面目なふりするとか、だからね声出してない試合で試合後とかにあの選手同士で喋ってたりとか許されないです。まあ今の選手たちはやんないけど、ね、そういうふうに試合後楽しくしたいんだったら試合中めちゃくちゃ頑張れっていう、そのそういう話はするね。俺が俺信じてるから、俺が信じてみんな絶対やれるよ。最高よ。選手が自分の最大能力を出せるような環境を作る、それをこれからやっていきます。俺が自信を持って選んだメンバー、これだったら昇格だぞ。